はい、それでは、デンマーク戦に向けて、はい、サッカーフリーク2人でちょっと対談してもらいたいと思いますけども、はい、はい、どうぞ。超熱い試合でしたね、オランダ戦。まあ、気温も日本は暑かったけれども、はい、向こうは暑かったですよね。そして向こうは結構攻め上げられてましたね、結構攻め上げられて、はい、ぶっちゃけ。あ、日本がオランダに対してですか？オランダが日本に、そう、オランダが日本に対して。なるほど、はい、そう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 。まあぶっちゃけですね、日本は頑張りました。もうぶっちゃけ前半はですね、もう中盤できっちりとプレスかけて、オランダにチャンスらしいチャンスを作らせませんでした。もう日本のプランドールの展開でしたね。ですが勝負が動いたのが後半入ってすぐですね。あのまあスナイデル選手があのまあミドルシュートを打って、それちょっと川島選手がちょっと弾いちゃってポーンって入っちゃったんですよ。ちょっとまあ不運なゴールでしたけども、今日僕スローベルトパッと見たんですよ。そしたらミドルシュートを繋いでる選手がパスを出したオランダの選手って、なんかトラップする時に手使ってるようなっぽいような気がするんですよね。ちょっともう一回ちょっとスロービデオ見てみたいんですが、うん、まあちょっと時間もないことなんで、はい、じゃあデンマークってどんな、はい、デンマークですか。ぶっちゃけ体がでかくて、もう空中戦が強いです。だからどうやって点数を取るかって言えば、もうロングボールをだんだんボン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 点を入れていって、まあ、それでヘディングとかポストプレーとかでもゴールを狙うっていう、まあ、そういうチームですよね。だからぶっちゃけ日本は、まあ、オランダ、オランダじゃない、デンマークの高さに注意をしないとダメです。フィーバー何位？え、何位ですか？27位でしたね、確かにフィーバーランキング、まあ、日本が46位なので少し上なんですが、うん、まあですが、もうデンマークは日本が勝てない相手かって言ったら全然そうじゃないです。ぶっちゃけ日本勝てます。どういう風な感じで攻めればいいかみたいな、はい、そうですね。まずデンマークはですね、こう、まあ、でかい人多いじゃないですか。だから高さ強いんですけども、それからこうでかい人の欠点っていうのがあるんですよ。何かって言ったら速さに弱いんですよ。だからぶっちゃけ日本は、まあ、攻撃陣って結構スピードある人多いんで、スピードでバン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 かき回せば勝てます。うん、じゃあ日本としては足の速い選手を最初から使うみたいな感じで、はい、そうですね、はい、だから結構松井選手と大久保選手、うん、まあ、あのカメルーン戦でもオランダ戦でもバン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 いいドリブルでかけましたので、うん、まあ、よりですね、まあ、大久保選手と松井選手のドリブルが光る相手です。今度は勝ちに行かなくちゃいけないんですよね。まあ、まだこう収録している時間が、まあ、のデンマーク対カメルーン戦が終わってないんで、うん、ちょっと終わらないと何とも言えないんですが、うん、まあ、引き分けで抜けれるような情勢になっていれば、まあ、日本にとっては嬉しいんですが、うん、まあ、勝たないといけない情勢になってても安心してください。もう日本勝ちますから、うん、っていうことは、どっちかというと攻めの布陣になるのかな、これは。そうですね。ただもう結構、まあ、ただ高さで一発でポーって点取られる可能性あるんで、まあ、ちゃんとその辺をプレスケア、ケアだからちゃんとしてる守備陣は、うん、まあ、攻撃陣は思いっきりもうガン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 攻めてもらえればと思います。今度はツートップとか、いやー、けれども、まあ、ツートップとかしなくていいと思いますね、岡田さんは。なんでかっていうと、うん、やっぱりカメルーン戦、オランダ戦って結構日本いい攻撃作ってるじゃないですか、うん、やっぱりこういい流れっていうのを変えたくないんで、うん、まあ、特に怪我してる人とか、うん、調子、こう体調崩した人とか出ない限りは、うん、ちょっとまあこうデンマーク戦はもう同じメンバーで様子見た方がいいですね。あ、でももう本田はもう仕事したんだから。ただ本田選手多分やってくれますよ、やっぱり勢いあるんで。うん、じゃあやっぱり次も本田に出てほしいっていう。はい、ただですね、うん、まあ結構ただデンマークって高さが武器なんで、まあ、高さに負けずにキープできるって本田さんの良さがあるんですよ、うん、ですけども、もしも本田選手がスタミナ切りしてた場合は、うん、もう思い切って岡田監督も、うん、まあ、本田選手に変えてスピードのある例えば岡崎選手とか、うん、まあ、玉田選手か森本選手といった、まあ、フォワードを変えるっていう考え方もありですよね、うん、まあ、ここは結構点数が欲しい場面になってきたら。あ、じゃあ、あ、ちょっと待ってね、ごめんなさい、どうぞ。俺喋りすぎたよね、ちょっと。いや、セルジオ越後さんに、はい、ぜひ今回の感想をちょっと水原さんの意見を聞いてみてもらいたいですね。あ、俺の意見ですか、まあ、今回の試合はですね、日本はもう内容では勝ってます、
ですけども、あのまあこう不運な一撃を沈められて負けました日本。逆に結構日本の課題というのが、あれだけ猛攻仕掛けてても最後 の, あのフィニッシュができなかったっていうのはまあ日本のこう課題ではありますね。ですのでまあこう次のデンマーク戦にはきちんとまあこうシュートを詰めれるように結構修正してもらえればと思います。今日の俊介どうでした？俊ちゃんですか？結構まあ悪くなかったですよ。結構起点に、結構後半のチャンスは起点になってましたし、でも刺して良くもなかった。まあこう目立ちはしなかったんですけども、うん、ただ結構あのいいゲームメイクはしてました俊介。じゃあ次は遠藤選手は、もう結構もう守るときは、あ、じゃあ遠藤選手は、あ、まあ遠藤選手です。失礼しました。わざわざしなくてよかったかどうかわからないですが遠藤好きなの？いや遠藤選手好きっていうよりも、うん、プッチ系 PK 系のモノマネがしたいがためにこれを買ったんですよ。あ、ちょっとよくわかんないんでパス、はい。まあそれでですねまあそれでですね、まあ、遠藤選手は今日はですね、もう前半の守りに入った場面ではきっちりと守備をしてましたし、まあ、後半のまあこう点数が欲しい場面になれば、うん、まあ、きっちりとあのー攻撃の規定にもなってましたし、うん、攻守両面で大奮闘してましたね。やっぱりじゃあ、デンマーク戦で、はい、なんかキーパーソンっていうか、はい、この人出てくるんじゃないかみたいな一人挙げるとしたら、あのサブの選手ですレギュラーの選手ですか？いやどっちでもいいけど、ま、この人がキーマン。まず前半はやっぱりさっきスピードが命してたんで、うん、大久保選手と松井選手でして、うん、まあ、後半に出てくるとしたら、うん、まあ、スピード命なんで、うん、まず中村俊輔選手ですよね、うん、まあ、やっぱり俊ちゃんがもうやっぱり縦パスをポン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 、やっぱりいいスルーパスを上げれるのが中村俊輔選手なんで、うん、まあ、点数欲しくなった時に、まあ、俊輔選手 の, あの芸術的なスルーパスが見れると思います、うん、出てくればズバリ、はい、どういう形で得点、例えばあのほらコーナーキックからかなのか、それとも、はい、PK とか、はい、それとももうまっすぐこうシュートで、そうですね、パリ最初先制点取るとしたらどういう形？松井選手か大久保選手が、うん、もうドリブルでえぐっていって、うん、まあ、その影響で多分点が取れると思いますよ。ああ、なるほど、うんうん、ズバリ何対何？2対0で日本が勝ちます。はい、ありがとうございました。